どうも、おはようございます。藤夏剣でございます。さあ、今日もランブルスターズサッカーやっていきたいと思うんですけれども、先日ですね、日本一決定戦という大会が行われまして、えー、こちらの概要からまずちょっと説明させていただきますが、まずはね、えー、グループリーグで予選をやりました。えー、この予選は BO3 を3回やって2回勝った方の勝ちっていうね、えー、かなり運では勝ち上がれないっていう感じのリーグ戦が行われましたね。で、そのリーグ戦の上位2人が決勝トーナメント進出、えー、そして、 え、2位までに入れなかった中での1位と2位。えー、こうやってね、あのー、またプレイオフが行われたんですが、ここで、え、パンジー佐藤さんとメンティーゴさんが、え、勝ち上がって決勝トーナメントの進出になりました。えー、そして決勝トーナメントベスト16なんですが、ここのトーナメントで1回戦が終わって、えー、ベスト8からの様子をですね、えー、行われた大会、えー、ミラティブで僕配信していたんですが、えー、その様子をですね、そのままノーカットでお届けしていきたいと思います。ますね。さあ、始まりました。クラッシュロ وای oh, یار フランスパンマンさん、SC クラン、そしてメンティーコさんが、ブロスタからの資格、エピソード0ということで、えー、こちらはね、あの、ブロスタからの資格、エピソード0というのは、まあ、ブラ、あの、シブクランって感じですね。さあ、えー、ということでございまして、メンティーコさんは、磁石入りのデッキになってますね。えー、そして対するフランスパンマンさんは、えっ、ー、と、まあ、ハムスターなんかがちょっと特徴的かな、といった感じ。さあ、そして磁石が炸裂しますが、ここは、 綺麗に守っていきますさあビッグショットさんで危機回避さあお互いに防衛固いですねしっかりしてますね さあ、そしてここはやっぱハムスターに対してはね、地雷をまあゴール前に出しとけば、まあ安心という感じはありますけどもね。えー、なので、こういう状況ではフランスパンマンさんは、まあメンティーコさんから見て、あ、止まった。くそ。これね、最近止まるんですよね。ちょっとやばいやばい。えー、まあさすがに今ので点は入らないだろうとは思いますが、はい。すいません。止まってしまいました。えー、 さあ、ここパンダが危ないところでしたが入りませんと。えー、のののんさんから藤夏ファンなんですけど、藤夏さんなんで出ててないんですか違うんだよ。出てたんで、出てたんだよ。お前と一緒だよ。出てて一回戦で負けたんだよ。え <laughs> 決勝トーナメントの一回戦で負けてしまいました。えー、ということで僕は出てないです。さあ、そして磁石炸裂させながら、ここはパンダを狙っていくが、磁石すらも不発に終わりました。 さあ、そしてここはいいところにパンダを出していったんですが、えー、全く動いてないですね。えー、残念ながら、あの、芝がちょっと働かない。しかし働いた最後の最後で働きましたうんこの匂、えー、いが消えた途端に働きましたね。さあ、まず先制したのはフランスパンマンさん。さあ、えー、ここは芝がボールを持っていますが、重ねるものがいないので、手札を回してからのパンダ。 しかし、そこには激辛芝を合わせられます。これ入るか入らない。さあ、非常にいい感じでした。さあ、ここもきっちり守っていくフランスパンマンさん。そして、うんこが臭い。さあ、このうんこが臭い間は何もできません。 さあ、そしてこだ抜きで圧をかけていきますが、やっぱりちょっと、このモロとふと地雷があるっていうことでね、なかなかちょっとハムスター出しづれえなって感じはありますけど、さあ、ここをもう一点もぎ取りたいところですが、どうでしょう。以前ピンチは続いている。さあ、メンティーゴさん、ビッグショットさんが間に合った。さあ、そしてここでこだ抜き磁石の形を作っていくが、キーパーが吸えない。しかし、あっとまたここで止まるかね。え <laughs> ということで、まあ多分このまま勝ったでしょう。一応最後見ます。 ましょうん電波が悪い電波が悪いはいえー、ということでまずは、えー、1本取っていったのはフランスパンマンさんとなりましたさあ、えー、ベスト8の1戦目まずは、えー、フランスパンマンさんが取っていきましたさあ後がなくなったメンティーコさんさあ,、まあ言うてねメンティーコさん BO1 ではフジナツカップ優勝してる方ですからねもう PS は確かですよさあ行きましょうさあデッキは変わってなさそうですね さあ、しかしさっきね、一度も出なかったハムスターが、まずは出ていきますが、ここはビッグショットさんで処理していきました。まあ一応1コストックしますからね。さあ、ここは芝パンダの形が綺麗に行きましたが、ちょっとパンダが勢い止まってしまいました。さあ、ここはまだ芝が近くにいるので、若干危ない。さあ、ここ入りましたさあ、まずこれ1本取っていきました。1点取っていきましたね。これでかいですね。さあ、えフランスパンマンさんがまずは先制しております。 さあ、お互いにモロトフを出していく。さあ、ここはパンダを重ねられません。モロトフのダメージがね継、継続ダメージなんで、ちょっとでも沼に入ってしまうとね、なかなか、あの、芝がね、パスできないんですよね。 さあ、そして、うんこを出してくる。さあ、うんこが臭い。さあ、うんこが臭い状態から、エリクサーがまあまあ溜まったところで、えー、モロトフを投げていきます。えー、とりあえず、モロトフを投げられるとですね、えー、とりあえず、あの、そうですね、この、ハムスターが出しづらくなるんですよね。さあ、そこには冷静に、えー、地雷で勝利。そして、芝パンダが決まっていきました。いいタイミングでしたね。さあ、11に戻りました。 えここからはですね、まあ、ハムスターに警戒しながらやっぱお互い基本的にはね、芝パンダ、これが一番威力はあるんでね。さあこれ危ないぞさあ地雷で守っていく。 さあ、しかし、キーパーのペナルティーエリア内に地雷があるので、これ、小だぬきとかで押されると、ワンチャン、あの、爆発した時にね、自殺点というか、地雷のせいで入っちゃったみたいなことがありますんで、その辺はちょっと警戒しておきたいところですね。さあ、ビッグショットさんで処理していく。さあ、この小だぬきには何かを重ねていくのか、パンダを重ねてきた。しかし、このパンダにはボールが渡らない。さあ、そして、小だぬきで攻めま、あーっと、小だぬきが入れました 今のは地雷関係なく小田抜きのド根性でした。さあ、フランスパンマンさん1点リード。さあ、この間にキーパーを溶かしてくる。キーパーを溶かしてくるが3点目を狙ってくる。さあ、この3点目は入りません。さあ、小田抜きで点を取りたいところだが、パンダに阻まれ、そしてハムスターがやってくる。さあ、ハムスターのうち1体は処理していきましたが、えー、ここの、どうだうんこが臭い。うんこが臭かった。 さあ、うんこの匂いを我慢していれば、今の小田抜きなかなかいい位置にはいたんですが。さあ、そしてビッグショットさんで前に押す攻撃的ビッグショットさん。しかしこれも不発に終わる。さあ、そして小田抜きを押していくが、ここもハムスターで守っていきます。さあ、このハムスターもほっとくと怖い。さあ、どんどん怒涛の攻めが続きます。フランスパンマンさん、攻めの手を緩めません。さあ、そしてまたしてもパンダ、これもほっとくとやばいぞ。 さあ攻めの形が最後どうだいやボムで押し込もうとするが入りませんということで、えー、ベスト81回戦、えー、フランスパンマンさんの勝利でしたおめでとうございますさあということで、えー、ランスター日本一決定戦 二回戦に、二戦目に移りたいと思います。えー、二戦目はリンゴパイさん対、えー、EX ハッピーチェリーさんですね。えー、私、えー、一回戦ではこの EX ハッピーチェリーさんに負けております。 はい。えー、ということで、リンゴパイはね、あの、日本代表の A チームということで、えー、一番ね、世界大会でも勝率の高かった方でございます。まあ、今回の優勝候補と言ってもいいでしょう。えー、そのリンゴパイさん対、えー、まあ、僕がそんな強くはないですけど、まあ、僕を倒して2回戦に進出している EX ハッピーチェリーさん。えー、この方もね、なかなかこの、なんでしょう、油断してるとやべえぞって感じですね。さあ、行きましょう。クラッシュロワイヤル アシットクローのキャプテンでございます。えー、ソームンク、ソムクオフィシャルって書いてありますね。ちょっとわかんないですね。うん、英語は弱いから。さあ、そして磁石からのボムで入れようとしましたが、角度がちょっとずれてしまう。そしてさらに、さらに惜しい。入りそうで入らない。 しかし、モロトフで、えー、十分にね、えー、キーパーにダメージを与えております。多分、ファイブ一発で、えー、キーパーがいなくなるんじゃないかな。さあ、そして、芝パンダが華麗に決まっていく。さあ、リンゴパイさんの芝パンダが、えー、まずは1点を先制していきました。さあ、まず芝にビッグショットさんですね。そして、えー、総幕オフィシャルさんは、犬犬、犬犬デッキですね。 さあ、これね、犬が2体いるとね、えー、芝の方にできればビッグショットさんは割いていきたいんですけど、さあ、惜しいさあ、そしてキーパーを処理していくさあ、ここはどうだカエルを重ねてくる、おっと、今のも狙ってましたね。狙ってますね。素晴らしい。さあ、リンゴパイさんの怒涛の攻めが展開されております。 さあ、そしてこのタイミングを非常にいい。うん。今のも地雷がなければ入ってた説あるぐらいの非常にいい犬パンダでしたね。さあ、そしてここはモロトフを出していきます。あのモロトフの位置だとえ磁石を出した時にね、ちょっとダメージがいくかなって感じですかね。さあ、ここは大丈夫と踏んで守りませんでした。さあ、そしてモロトフの海に自分から突っ込んでいく激化足芝。 さあ、現在1点リードなのはリンゴパイ。さあ、ここも狙っていくが角度が悪い。さあ、しかしかなりいい位置までキーパーを据えたので、チャンスではあったんですが、まあ、ここは無理しませんね。1点リードしてますからね。あ、フランスパンマンさんお疲れ様でした。さあ、犬パンダが綺麗に決まっていきました。さあ、このタイミングでお、そのタイミングで固まるか。さあ、行きましょう、行きましょう。お入ってね。え 俺の画面だと入ってたのに入ってねちゃんと守ってたんだね。え <laughs>、それが多分処理落ちしたっていう感じですね、多分。ひどいですね。なんでしょう、この電波の悪さ。Wi-Fi の目の前にいるんですけどね。さあ、これはラブラブ、えー、激化芝のラブラブ食らっておりましたが、えー、ここは大丈夫でしたね。守っていきました。さあ、キーパーがミリ残りということで、ビッグショットさんの端っこ、えー、もしくは、まあ、そうですね、ファイボでも処理できますね。 さあ、残り1点をどうにか取っていきたい。さあ、どうだうーん、ここはリンゴパイが押している。リンゴパイが押している。入るか入りました。2点目が入っていきました。さあ、ということで、まず BO3、1本目を取ったのはリンゴパイさんとなりました。さあ、ということで、やっちゃおう。さあ、BO3 でございます。 リンゴパイさんはブロスターエピソード0というクラブの所属。そしてハッピーチェリーさんは、あ、始まってます。ハッピーチェリーさんはアシットクローというね、えー、クラブのリーダーをやっている方でございます。さあ、いっちゃおまずは、リンゴパイがこだ抜きを出していきますが、ここにはファイボなどなど重ねていきません。さあ、そして磁石を出していきました。さあ、ここで1点取っていく さあ、ちゃんとね、チェリーさんも、あの、ハムスターでね、防衛をしようとしたんですが、今のはちょっと間に合いません。さあ、2点目を取っていくさあ、この2点はかなり大きいさあ、今のもうほっとくと、もう3点目がね、入りそうな、えー、じょ、人が出来上がっちゃってましたね。さあ、ここも危ないぞ。パンダが、取らない。セーフ。さあ、まだ時間はたっぷりあるので、チェリーさんの方も、まだ全然ね、諦めるのは早いですね。 さあまあ言うてでもリンゴパイの防衛の硬さはねなかなかなんでねなかなかこうリンゴパイが3点取られるところをあんまり見たことがないですがまあまずね延長つかこれが、えー、残り2分までに2点をもぎ取り延長で3点目を取るみたいなイメージでいいかもしれないですねさあまずはパンダを出していきますさあこのパンダをおっと っと、これはやばいっすね。今、パンダから狙ってましたね。さあ、パンダがちょびっとこう、シュートを打った時に入院ってなるような、いいタイミングでの。さあ、ここはハムスターと一緒にやられてしまいますが、これは磁石モロとフがうまいこと、ハマっておりますね。さあ、これで半分ほど体力を減らしたので、次のファイヤーボールをキーパーに与えてしまえば、キーパーを、えー、死なすことができますよ、といった状態ですね。さあ、残りは1分10秒。 さあ、地雷を地雷で処理していく。そしてこだ抜き。これに磁石を重ねるのか、ファイブを重ねるのか。さあ、磁石を重ねてきた。さあ、これはどうだ無情にもゴールが決まってしまいました。さあ、ということで、リンゴパイさんの勝利となっております。ベスト4進出です。おめでとうございます。 さあ、続きましては、パンジー佐藤さん対モヤさんとなっております、えー。このパンジー佐藤さんは、ブロスタからの資格という、えー、クラブに所属しておりまして、モヤさんという方も、えー、ブロスタからの資格のリーダーでございますね。なので、同じクラブでのリーダー対メンバー、ね、えー、この戦いとなります。えー、ちなみにモヤさんね、あの、トロフィーのランキングで、えー、日本で1位と、えー、いうことでですね、トロフィーではもう圧倒的日本一ですね。 はい、えー、その、もやさんが出てきます。えー、トロフィーナンバーワンの、えー、リーダー、ブロスタからの資格のリーダー、もやさんか。えー、対するは、ブロスタからの資格、入ったばかりのメンバー、パンジー佐藤さんが勝つのか。まあ、パンジーさんもですね、以前僕が、あのー、YouTube の動画を撮るのにね、こう、協力してくださったりもしてたので、さあ、どれぐらい成長しているのかなっていうのをね、楽しみですね。さあ、この磁石を外してしまったもやさん。 さあ、これどうだ右側に行ったことによってキーパーが吸われる可能性もややありましたね。さあ、ここは犬対激川芝となりましたが、パンジー佐藤さん、いい、いい攻めですね。非常にいいタイミングでの激川芝パンダでした。さあ、そしてこのボムを外してしまう。さあ、どうださあ、どうだここは入らない。素晴らしい。いい防衛でした。さあ、さあ、どうだこの小田抜け危ないぞ。 怪しいぞ入りそうだ入らない入らない。そして磁石ですが、ちょっと時すでに遅しい。惜しい。さあ、そしてこの激川は芝。さあ、萌やさんかなり体力削りました。さあ、キーパーがミリ残りとなっております。ファイブを一発で処理できる状態。さあ、そしてうんこを飛ばしてくる。さあ、パンジーさんどう攻めるか。 さあ、ファイボで死なして、え、ここはパンダを重ねますが、それは読んでますよという。おっとここは、ビッグショットさんで守ったまではよかったが、その後の小田抜きにやられてしまいました。さあ、一点先制したのはもやさん。さあ、そしてうまい今のはファイボを避けつつ、キーパーを貼り付けにするという素晴らしいテクニック。さあ、続いて、 パンジーさんはこれ芝パンダの形作りたいんですけど、パンダがそこにいるとね、まあ、うんこで押すことは可能なんですが、ちょっとしんどいかなと。さあ、そしてファイボパンダを狙っていきましたが、今のはボールも一緒にね、え、ファイボの爆風で飛んでいってしまいましたので入りません。いや、リンゴパイさん強いっすよね、マジで。激しいっす。さあ、そしてここは、うんうん。このタイガーに対する受けがですね、もやさん堅実ですね。 さあ、ここはモロトフで地雷2つを処理していきました。そして犬にボールを触らせまいと。わーっと今のパンダが落ちちゃったのは痛かったかもしれないですね。しかしビッグショットさん外していく。さあ、どうだここはタイガーがいたので大丈夫でした。さあ、どうだ さあ、タイガーパンダ、いい形で出していきましたが、ここは素晴らしい反応もやさん。さあ、キーパーがいない状態。さあ、このパンダ、シュート打てない。そして、うんこで押していきますが、枠の外。さあ、この地雷もどうだなあ、地雷すらも、磁石で座れる。しかし、点が入らない。 素晴らしい。パンジーさんもいい防衛見せてますね。さあ、そして最後、いいですね。最後の、まあ、1点取らないと負けの状態だったので、5を重ねたのは非常にいい判断だったと思います。さあ、まず BO3 の1本目、モヤさんが取っていきました。さすがリーダーといったところですかね。さあ、ということでございまして、続いて、えー、モヤさん対パンジー佐藤さん。BO3 の2本目、始まりました。クラッシュ、ロイヤル。 さあ、ファインボーパンダをいきなり飛ばしてきた。これが大成功さあ、さあ、一点先制したのはパンジー佐藤さん。さあ、そしてビッグショットさんで美味しく2体を処理していきます。さあ、ここは構わずに出してきた激化芝。 さあ、大ダ体ダモロトフがあるとね、ちょっと躊躇しがちなんですけども、今のはパンダがいい場所にいるということで、えー、もう出していきましたね。えー、そしてもやさん、これは、あのー、キーパーの体力を削る、えー、磁石でしたね。さあ、ここは地雷で処理。さあ、お互いにファイボ一発圏内ぐらいまでキーパーの体力が減ってますね。さあ、ここはファイボを出していく。非常にいい防衛。 さあ、これは非常にいい防衛ですね。さあ、もやさんは、かたくなに激川芝ではなく、犬を使っておりますね。さあ、重い。えー、僕のスマホが熱い。えー、これやばいですね。さあ、えー、ということで、磁石を出していきますが、ここは激川芝に無効化されてしまいます。さあ、そこにモロトフを投げますが、届きません。さあ、今回、パンジーさんの激川芝がいい仕事をしておりますね。さあ、そして前に歩いたところ、パンダにパスはできませんでした。 さあ、これちょっと怖いぞ。ちょっとタイガーたちと戯れていたので。さあ、キーパーの体力はミリ残る。さあ、そしてもやさんの犬パンダが攻めていきますが、これはどうだなーっと今のは磁石が発動したタイミング次第でちょっとやばかったですね。さあ、ここも危ない危うく激川芝がちょっと自殺点みたいになるところでしたね。さあ、これは入るさあ、11に戻していきました。非常にいい勝負。 さあ、BO3、一本目を取っているのはもやさん。さあ、キーパーを処理していく。さあ、ここでタイガーまでエリクサーがたまらないか。さあ、そしてうんこ、地雷で狙っていきますが、ここは入りません。 さあ、現在1対1、残り1分、エリクサー2倍タイムとなりました。さあ、ここは、えファイ、ファイボパンダ狙っていきましたが、ちょっと枠の外でしたね。しかし、ここはどうだチャンスしかし、入らない。そこに磁石を被せていくさあ、この磁石怖いぞさあ、この磁石怖いぞさあ、ファイボが右にずれた惜しい。非常にいい狙いでしたけども。さあ、ここはパンジーさんの固い守りですね。 さあ、この地雷ちょっと怖いですけどね。さあ、これどうだいいビッグショットさんあー、入るさあ、もやさんが逆転です。さあ、そしてさらにキーパーにダメージを与えていく。さあ、キーパーがいなくなってしまう。さあ、そしてここで犬いい場所に犬を出したそしてこれが、とどめとなるか さあ、最後まで圧をかけ続けたことによって攻めの隙を与えませんでした。さあ、ということで、もやさんが2連勝で、ベスト4進出決定です。おめでとうございます。いやー、いい勝負が続いておりますね。いや、GG ですね。ありがとうございます。さあ、ということで、えー、続いては、ホワイトストーンさん対アドレさんの試合を見ていきましょう。えー、まあ、 ホワイトストーンさんはブロスタからの資格。そしてアドレイさんは、えー、私の藤夏さんと愉快な仲間たちということで、えー、僕のクラブからは唯一の、えー、ベスト8進出ですね。さあ、始まっていきました。クラッシュ、ロワイヤルさあ、アドレ君頑張ってほしいですね。さあ、いきなり、いきな、あぶっ <laughs> なんかね、このアドレ君という方はですね、あのー、 強いのか弱いのかよくわかんないっていうのがね、正直なところで、なんか、なんか勝つんですよね。<laughs> すげえ、うめえ、なんとかっていうのはないんですけど、なんか勝つんですよ。えー、っていう特殊能力者です。アドレ君は。今のもね、正直入っててもおかしくないぐらいの攻め方をされたんですが、コーナーにコンコンって当たって、そうそう、強いのか弱いのかわかんないんですよ、本当に。 さあ、ということでございまして、あの、なんかね、ノバジャパンを相手にご立てしたかと思いきや、あの、フレバトで、あの、全然僕に勝てなかったりとか、あの、マキティとかにバチボコにされたりとか、なんかね、よくわからんのですよ。<laughs> おっと、ここ1点入るさあ、相手の地雷がですね、ちょっと暴発してしまいましたね。さあ、そしていいビッグショットさんを出していく。さあ、今んところ悪くない。さあ、現在リードしているのはアドレ。 さあ、ここ相手の芝たちを向こうにしていきましたね。さあ、そしてここは磁石が来ますが、小田抜きがいい仕事をしました。さあ、そしていいですね、今のも。地雷を食らったのが小田抜きだけでことで。あ、もやさん、GG でした。お疲れ様でした。マジでいい試合でしたね。さあ、もうちょっと前に出さないと、えー、大砲のね、えー、射程が10%加砲されておりますので、 働かないですよね。さあ、激化芝が鬱陶しいところにいましたが、さあ、一発撃った。さあ、これはいいところにいますね。さあ、どうだ <laughs> パンダが溶けていきました。さあ、残り1分なってきました。さあ、この地雷を食らわない。さあ、どうだ狙っていくのか ?5 を重ねていく。さあ、キーパーがいなくなった。ここにパンダをすぐさま出したい。出した素晴らしい !2 点目を取りました。さあ、これでアドレ選手、ものすごいリードです。残り40秒。 さあ、そして、えー、こちら、いいですね。こだ抜きが攻めております。さあ、このこだ抜きに、今、ファイブを一瞬構えましたが、やめました。えー、いいですね。こう、大砲がいるとですね、本当に磁石出しづらいんですよね。磁石使いからするとね。もう本当に大砲がいるっていうだけで結構うっとしい。さあ、ここは読んでいるちゃんとうんこを、えパンダが来るだろう方向に、えー、向けて待ってみましたね。さあ、ここも守る。さあ、いい地い いい地雷、壁になる場所に地雷を出していきます。さあ、アドレ選手が、まずはホワイトストーンさん相手に一本取っていきました。先制したのはアドレです。素晴らしい。いや、いいですね。いや、2-0ですよ。1点差じゃなく勝ちましたね。素晴らしいですね。 さあ、それでは2本目見ていきましょう。えー、ベスト8すべて2-0でね、今までの3試合終わっておりますので。さあ、始まりました。PO3 第2試合第2試合クラッシュロワイヤルさあ、アドレが楽しもうと、なかなか敵をね、挑発しておりますよね。 さあ、えー、まずは、こだ抜きにビッグショットさん。そして、ここはどうだおーっと、右側を向けていった。さあ、そして、うんこで守っていく。いいうんこですね。今の落ち着いたうんこだったと思います。さあ、そして、大砲でダメージを与えていきます。ここは、パンダさえ処理してしまえば大丈夫って感じですかね。さあ、お互い互角の流れ。そして、ホワイトストーンさんは、デッキを変えております。えー、フェイクボールストンパルーですね。さあ、 そうですね、初手はギャングですね。ああ、これはやばいねえ、1点取られてしまいます。非常にいいストンパルーでしたね。さあ、えー、このストンパルーを、えー、毒の沼に入れたことによって比較的早く、えー、溶かすことができましたね。さあ、ここは、まあ、フェイクボール、相手が押しながらね、出てくるとちょっとめんどくせえなっていう感じですかね。さあ、自らの手でフェイクボールをちょっと自陣側にやりましたが、えー、ちょうど溶けました。 さあ、これは、あっと、毒の沼に入ってしまう。そして、ビッグショットさんを喰らう。さあ、ここはどうだうん、パンダの方に打つんですね。さあ、ここは2点目決められてしまいます。大体いいね、あのー、僕、個人の意見としては、ビッグショットさんをね、芝パンダの防衛で使うときは、芝に使った方がいいんじゃないかな、派なんですけど。さあ、これ危ないですね。さあ、危ないが守っていく。 さあ、そしてこれは反撃を狙ったパンダでしたが、キーパーが、え、パンダの方にパスしてくれませんでしたね。さあ、そしてモロトフを敷くこと自体は非常にいいと思いますね。さあ、えー、現在、先ほどは2-0で勝ってましたが、現在は2-0で負けている状態。さあ、いいですね。毒の沼にうんこで入れていきました。さあ、そしてここは、おっと、モロトフは入る。モロトフの攻撃は入ります。さあ、ここはどうだ さあ、ストンパルに阻まれる。さあ、ここはパンダあたりで狙いたかったですけどね。さあ、ここはやばい、うん、!3 点目入りました。さあ、ということで、BO3 ホワイトストーン3体対アドレさんは1対1となっております。さあ、1、1、3本目にもつれ込みました。えー、これで勝った方がベスト4に進出ということになりますね。あ、もう始まってる。はい、3戦目、クラッシュ、ロワイヤル。 さあ、えー、地雷を中央に据えていきました、アドレ選手。さあ、そしてその地雷を地雷で処理していきます。さあ、意地でもパンダに打ちますね。これ、マキティイズムですかね。ビッグショットさんは芝ではなくパンダに打つのがアドレ流。さあ、そしてここは、えー、今バパンダね、いいタイミングで出していきましたね。ほっとケア入るぞーってタイミングですね。さあ、ここはどうだ小田抜きで行くのか、ハムスターで行くのか。小田抜きで行った。 そしてビッグショットさんをパンダに咲かされ、今の狙いはいいですね、アドレ選手。小田抜きにファイブを重ねていきました。さあ、ここを守っていきたい。しかし、しっかりパンダの方にビッグショットさんを打っていくのがアドレューさあ。 え、ここはまあフェイクボールがそこまで怖い位置にないので、まだちょっと攻めやすいかなってところですかね。さあ、ここはビッグショットさんを咲かせたと言っていいでしょう。さあ、ここに、え、芝パンダ行きたいところでしたが、5をカタくなに撃ってきますね。さあ、ここどうだおっと、小だ抜きに割とド根性のスキルが見えましたが、ここはファ5を、え、シバの方まで重ねたかったですけどね。 えー、キーパーのみに終わってしまいます。さあ、ここはちょっと危ないえ、ね、っと、今のは地雷を透かしてしまいましたえー、ちゃんとね、反応はしていたんですが、地雷をね、ちょっと余裕を持って、えーお、危ない今の地雷を暴発して入りそうでした。まだ1点なのでね、可能性はあるかなと。さあ、ここは怖いところですね。フェイクボールがなかなか嫌な位置にあります。さあ、そしてこれどうだごちゃつけばワンチャンあるんですが、ああ い相手の地雷が上手かった地雷でストンパルーを押していき、カウンターキックが入りました。さあ、あっと、アドレが焦っている。今のファを、えを、ー、キーパーに当ててからのパンダを狙っていったんですが、今のは5をちょっと外してしまいましたね。さあ、そしてハムスターで押していく。悪くないぞ。さあ、そして、いいモロトフだ。 そしてファイボで押していくこれが見事に決まるさあ残り36秒あと1点取ればまだ分からないさあ押しているのはアドレ選手さあどうだここも、えー、地雷のタイミングもうちょっと見計らいたかったしかしまだ、まだあるぞさあこれで蹴ったところにハムスターさあそしてこれはビッグショットさんで処理していきますがちょっと残るそしてキーパーを溶かしていきますさあどうだ残り10秒入るのか 入らないさあここ、ここだここがね、えー、いやー、ホワイトストーンさんもいい守りさあ、ということで、BO3、えー、1本取られたところから2本取り返し、ホワイトストーンさんベスト4進出です。おめでとうございます。さあ、ということでご覧いただいた通り、ベスト4の進出者が決定しました、えー。この後の様子はですね、また引き続きアップしていきたいと思います。面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。